12月9日は雅子さまのお誕生日だ。この日に合わせて宮内庁は、雅子さまのお言葉に加え、医師団の見解をホームページ上で公表した。雅子さまは、今年は、特に命の大切さ、尊さについて改めて深く思いを寄せる年になりましたという美しい一文とともに、コロナ禍に苦しむ国難に心を寄せられた。その文章中では、紀子さまのような、 Covid-19 という聞き慣れない言葉ではなく、新型コロナウイルスというわかりやすい言葉を選ばれたことに、国民に寄り添おうとする優しき真心を感じられた。コロナ禍で緊急事態宣言が出されていたおり、秋篠宮家は総出で500枚の医療用ガウンを作り、再生会病院に寄贈されたことは記憶に新しい。講師職の知人に聞いたところによれば、再生会病院の担当とミーティングされた際に紀子さまは、 新型コロナウイルスではなく、新型コロナバイラスですよね。他の単語は英語読みなのに、この単語だけドイツ語読みというのはちぐはぐです。国際正式名称の COVID-19 か SARS-COV-2 を用いるべきでしょうと持ち前の英語力と知識力を披露して、周囲行転させていたという。単語一つの使い方によっても雅子さまと紀子さまの違いが現れてしまうのは、 本当に国民に寄り添う気持ちがあるのかどうかが現れた瞬間でもある。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。雅子さまの適応障害の治療が遅れてしまった理由には、一課が実家で療養することを良しとしない旧来的な価値観、二精神的な病は遺伝するとの価値観から腫れ物のようにこれを扱ってしまったという二つがあると思う。二についてだが、 おき候補の選定をする際には、指揮も、禁止などを含め遺伝性の病気がなく、不認証でないことなどいくつか条件がある、小田切誠、消えたおき候補立ち配、ま、ベストセラーズ、2019。岩田中尾さん、藤田医科大学、は、精神的ご病気の発症は遺伝的要因があると述べている通り、藤田医科大学 HP、心の病は、親から遺伝するという価値観は根強く残っている。 ことに当初から皇太子殿下と雅子様のご結婚に反対されていた道子様にしてみれば、惚れ見たことか、東宮妃失格、と得意げになられていた。雅子様が2006年にオランダ療養した翌年の2007年に、平成の天皇陛下は、私どもが私的に外国を訪問したことは一度もありませんと仰い、異例とも言える皇太子か批判を展開した。そしてこの言葉は、実は道子様が言わせたものだ。 根拠を示しておく。美智子さまは1993年に私どもは私的に海外の旅行をしたことがなく、公的な旅に家族を伴うということに考えが及ばなかったと述べている。優しき美智子さまからすれば、雅子さまに専門医をつけたり、適応障害で国内外で療養することなど、考えも及ばないことだったのだろう。心の病は2010年代に入り、理解が急速に進み、 誰もがかかる可能性のある病気として認知されるに至った。道子様の心ない一言がなければ、まさこの治療はもっと早く開始できたのではないか今でもそう思う。心の病は2010年代に入り、理解が急速に進み、誰もがかかる可能性のある病気として認知されるに至った。道子様の心ない一言がなければ、まさこの治療はもっと早く開始できたのではないかいちいちいち今でもそう思う。 令和三年になった今もなお、道子は影の支配者で退位した今も昔と変わることなく大きな力でマスコミやテレビ局を牛みみり絶大な権力を行使している。政子様さまが皇后陛下になられた時に我々が想像していたたとり、道子が引退したので見違えるように、お元気になられ大切で大きな行事を次々と完璧なまでにこなされました。しかし、 現実には美智子の引退は形式上だけでこれまでと何ら変わることなく、陰湿ないじめや妨害が続いていることが発覚し一生懸命に頑張ろうとなさるお気持ちと現実との狭間で悩まれお心が完全に回復されることに歯止めがかけかっているのだと想像する。美智子がいる限り、長年美智子から受けられたいじめに対してのトラウマやフラッシュバックなどがあり雅子様のお心の病は完全に回復される時は難しく、 懸命に頑張ろうとなさるお気持ちと、それでも美智子の陰での嫌がらせに対して耐えきれない日々とで、ご健康に未まだ波があるというのは、その葛藤の繰り返しの日々を繰り返さざるを得ない状態なのではないかと推察され、世界中を探してもそうそういられないであろう雅子さまほどの再演を美智子ごときのために封じ込めてしまうのは日本の皇室の大気な損失であり、雅子ようや金城天皇陛下も愛子ようも本当にお気の毒である、美智子がいる限り、 雅子さ様の完全回復には歯止めががかかるので、道子には一刻も早くあちらの世界へ行っていただきたく、道子や紀子の断末魔をぜひ見届けたいと願うものである。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも皇室の気になるニュースをお届けしますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。こちらの報道を見ると、やはり、予想通り、警備は厳重化され、 校内には重苦しい雰囲気が漂っているようですね。ちなみに、今回、久人様が入学されたことで、地区府の警備費用は年間で1億円以上増額されることとなりそうです。24時間体制で2名の警備員が常駐されるとのことですが、警備員は、1名につき1日およそ10万円の費用がかかります。ですので、2名ですと、この警備員だけで1日に10万円。 年間で万円以上の費用がかかりますさらに深夜には校内を巡回する警備員も雇うでしょうし監視カメラも何台も設置されるようですそこからさらにフェンスの修理なども含めると久仁様の入学1年目の警備費用は優に1億円以上の増額となるでしょうおそらくこうした費用の一部は秋篠宮家からの寄付金によって賄われることとなるでしょうが 結局のところ、秋篠宮家からの寄付金も元をたどれば国民の税金が出どころとなっていますからね。もちろん、こうした警備体制の強化によって、地区不正らの安全性も高まることは確かですが、とはいえ、主たる目的が悠仁さまの安全確保であることは言うまでもありません。ですので、結局、国民としては、 悠仁さまを一人の安全を確保するために年間一億円以上の税金が使われるということに他なりません。皇室ジャーナリスト。地区の生徒や保護者からすると、悠仁さまが入学されたために、自由な校風が失われ、国民からすると、悠仁さまの安全確保のために、多額の税金が使われてしまうということで、一体、悠仁さまが地区に入学したことで誰が得したのだろうか。と首をひねらざるを得ません。 ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。皇族の警備は、皇宮警察と警察が基本でしょう。なぜ民間この警備会社がよほど好都合なのですね。ニューヨーク夫妻の警備も民間委託で8億円年と言っていましたが、この予算規模は人口1億人として、毎年国民一人一人に8万円の税制を施策できるわけです。60億円ならば、 国民一人一人に六十万円の税制を、今年、試作できるわけです。悪の宮一族にとって、百万円は一円ぐらいにしか思っていないようで。国民はありくらにしか思っていなくて、馬鹿にして踏みつぶして楽しんでいるんだ。ズルボンや豚かしてるだろう小室山孫夫婦に、ジャブジャブ垂れ流す死に金だって、当然のことだと痛くもかゆくもなくて、知ったこっちゃない。仮面夫婦のフルムーン旅行、 米大統領が来日した時のような車列よろしく、高速道路を失踪して、国民やこの国の神々に、次の天皇は自分たちで、我こそがある中で先言馬の、天てる死神だ、とでも思っているんだろう。娘の旦那家族、嫁のパンツ夫婦ともども、本当にろくでも一族を、これからもよろしくね。ってことですかね。こいつらのために命を奪われたすべての人々と、 にゃんこのご冥福を祈ります悪の宮は、この国のたたり神だね。天皇陛下と雅子さま敗退し運動を美智子さまと秋篠宮さまが仕掛けた理由は会計監査か。眞子さん宮内庁から功績離脱しない衝撃理由。小室夫妻がニューヨークに行って二カ月目に突入していますが、日曜日にはデートをしたりと小室圭は司法試験の勉強を頑張っているとは到底しえないですよね。 もう日本に帰国する気なのか他の仕事先を紹介してもらっているのかどうなるんでしょうねちなみに宮内庁が来年度の予算で秋篠宮家の後続費をちゃっかり真子さんの分も含めて要求していましたよねあれでどうなるのかなと思ったら915万円減額されたと報道されていましたねさらに後籍離脱後の後続の分は月割りで返還することが法律で決まっているようです それでマコさんの分として受け取った今年度のお手元金に当たる金額はすでに国に返却したようです。バレなかったら後続費ももらってたんでしょうね。まあ、後籍離脱後のお手元金は月別で返還したということですが、小室圭のマンションとかニューヨークでの警備費用とかそういった無駄にしわれた警備費用も返却してもらわなければいけないんですけどね。 それと一般人に弁護士をつけたりしたけども、宮内庁が建て替えた弁護資料とかも返却してもらいたいですね。それと外務省の予算の8億円もきちんと説明してほしいですね。それと秋篠宮家と道子様の会計監査をして留学した時とか色々いろいろとお金の流れをしっかりと調べてもらいたいですね。まあ、この問題の張本人は道子様なわけです。 逆に言うと美智子さまが亡くなれば秋篠宮家も影響力がなくなり愛子さまが天皇の話も出てくるだろうし秋篠宮家の DNA 鑑定の話も出てくるだろうしまずは手始めに会計監査をするでしょうそしたら国民が秋篠宮家一家に功績離脱しろと要求するでしょうそれで離脱したくなければ DNA 検査するかと持ちかければ自分から功績離脱するのではないでしょうか まあそうなったら多少多めの一時金は用意してあげてもいいのではないでしょうか。平和な皇室が蘇るわけですからね。それにもとはといえば秋篠宮さまも美智子さまの被害者なのです。秋篠宮家がいなくなれば宮内庁職員もちゃんと国のために働くでしょう。もともと昭和天皇の時は職員の助言をよく聞かれていたようです。だから職員も意見とかを言ったりできたようです。 それで時には昭和天皇に苦言を呈す職員もいたようですが昭和天皇は聞く耳を持ったようです。そういった信頼関係で親子で宮内庁職員になられる人も多かったようです。ただそれが美智子さまが皇室に入られて宮内庁職員から意見を言われるのが大嫌いでどんどん宮内庁の体質も美智子さまのイエスマンだけになってしまったようです。 さらに、道子様の部下の秋篠宮様や紀子様も宮内庁職員をいじめて辞職ラッシュにつながったわけですね。この体質が変わるには道子様が亡くなるしかないのでしょう。道子様も87歳でまあ長くても100歳ぐらいまででしょう。 その頃はまだ天皇陛下も続かれているだろうし愛子さまは結婚されていてどうなるかはわかりませんがその頃に秋篠宮家から天皇陛下に反対の姓が加熱して皇籍離脱するしかなくなるのではないでしょうか。そしたら少なくとも次の天皇陛下は秋篠宮家からは無理で旧宮家の男系男子復活でそこから天皇陛下が誕生するか愛子さまが男系男子と結婚されてそのまま天皇になる可能性も浮上するでしょう。 まあ、秋篠宮家から天皇なんてことになったらそれこそ本当に裏口天皇の誕生だからありえない話なんですよね。そもそも皇統が秋篠宮家に行くことも憲法違反なんだしそれをごまかすために男系男子だから愛子さまは天皇になれないとか言ってるだけなんですよね。以前には元最高裁判事の岡部氏も女系天皇は憲法違反ではないと述べています。 まあ女系はやりすぎかもしれませんが愛子様が天皇になることは憲法的にも間違っていないと有識者会議ではそういう議論もされているようです。まあ女系とかいう人が有識者会議にいていて折り合いつけるためにそれじゃあ女性天皇は OK だよねとかそういう決着もあるかもしれませんね。 まだ後位継承についての議論は話し合っていないということでこの話し合いで女系はダメでも女性天皇が OK になれば後位継承順位1位は愛子様になりますからね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも皇室の気になるニュースをお届けしますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。今月4月9日 秋篠宮家の長男久人様が通われることとなる筑波大学附属高校の入学式が行われました。今回の入学式でも、秋篠宮ご夫妻は揃って来られていたようです。昆虫の採集や観察が大好きで、幼い頃から生き物に強い関心を持たれていたという久人様ですが、高校では、興味を持っていることや関心を持っていることをさらに深めていきたいとして、記者からの質問に対して、 次のように答えています。筑波大学は記者会見にて、悠仁さまの入学は特別扱いではないといった趣旨の発表を行いましたが、特に効果もなかったようですね。会見後にもしばらくは、クレームの電話が鳴りやまなかったようです。おまけに、ただでさえ、悠仁さまの入学に伴い、これまでの警備費用とは別に、年間1億円以上もの警備費用をかけていますから、 新入生の挨拶などさせてしまえば、ますます、悠仁さまを特別扱いしているとの批判の声が強まってしまう、と判断したのでしょう。また、悠仁さまとしても、あまり畜府内で悪目立ちしたくない、という思いもあるようです。典子さまは、あの通り目立ちたがりですから、とにかく、悠仁さまを目立たせて、優秀でカリスマ性のある存在であるとアピールしたいようなのですが、一方で、 党の悠人様としては、あまり悪目立ちせずに、ひっそりと無難な高校生活を送りたいという思いがあるようなのです。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。一般人の通う元師範学校の付属を警備でガチガチに固めて、何かまずい画像が流出しないか怯えるのり子って異常性格ですよ。だってもしずる人が健常児だったならば、 当然学習院で帝王学とそれにふさわしい友人関係を築けるように、伝統的な教育が施されていたはずだったから。今のあたふたぶりは、健常寺でない子をいかがに盛り付けるかに大前は大いて狂気となっているだけで、誰が見ても、天皇の器でも、血筋でもない子を、まるで小記を王子に聞かざるに過ぎない愚公を示しています。追っかけは、オーラのあるなしに左右されます。愛子様なら、 一度でも生でお姿拝見できれば、まるで行幸に巡り合ったように、温かさが感じられるのに対して、ずる人では、災い踊り実際さや、先民母由来の下品さしか印象には残らず、網膜までもが腐れてしまいそうに不吉、不正なものだけを感じてしまう。たとえ200万円もするスーツを息子に仕立てても、先民の子、孫、にも衣装とはいかず、何らの引き立て効果もないどころか、 むしろ高級スーツがあだとなってじわじわ図札さ,される感じにしかなりません。文人と紀子がどこかに出かけると、沿道の人間があまりにもいないので、新聞社が絵にならないと嘆くので、警察官から、もしお時間があればお出迎えに協力していただけませんか、と引き止められ、町内会からも動員依頼が来るほど不人気なのもうなずけます。天皇の器とは、ちんちんのあるなしではなく、 一瞬でも出会った人々の心に等価をつけられるかにあると思います。温かな励ましや希望になるなら、当代の天皇は盤石のものとなり、逆に汚らわしいと感じ取られたら最後、極つぶしの税金泥棒としか映らなくなる。愛子さまとずる人は、この両極端を示す関係です。さて、本日は4月10日。 63年前の4月10日にミチコが受代したことから皇室崩壊が始まった。その忌み踊り自身世紀の大失敗をタイムリープして取り消しすることができたなら、やり直してもらいたい。